はい、ここからは5月8日にプレイステーション5とプレイステーション4で発売を予定していますバイオハザードビレッジの体験版メイデンをプレイしたいと思います。明るくやりたいですね。なんかもう怖いんで怖い思い出しかないんで。いやもうだって怖くするつもり。なんで暗くするんですかこれ。名人のコーナーじゃないんだよ。ねえ、後ろの緑がなくなっちゃいましたよ。本当だよ。いやでも本当にこの作品はプレイステーション5が発表になった時に、うん、確かビレッジも発表になったんで、うん、すごいみんながわー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 盛り上がっていたような記憶があるんですけれども、だって最新の技術でもっとなんかリアルな感じで来ちゃったらさ、もうどうしようっていうね。ちなみにね、この体験版のメイデンに関しては、うん、主人公である今回ビレッジメイデンをプレイするんですけれども、うんうんうん、体験版のメイデンの方は、うん、主人公であるインさんをプレイするわけではないそうなんですよ。もしかして犬を操作、女性キャラクターを操作するそうです。完全にスルーされた。犬ではないです。うん、ガラスから入っていく側かと思って。ゾンビ系の操作だったらね、もうおかしなことになっちゃいますから。その椅子なんかキュ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 大変ですね。それは僕のせいじゃないです。はい、いやだからもうシクラさんも言いましたけれども、はい、プレイステーション5での、うん、音の感覚でするホラーゲームかと思うとちょっとねドキドキしますけど、まあ音のプロなんでね、その辺はちょっとだいぶ厳しいですけどね僕は。じゃあ早速ですけれども、タイトルの紹介の方していきましょう。はい、本作はですね、カプコンの人気サバイバルホラーバイオハザードシリーズの最新作となっておりまして、はい、バイオハザード7の続編に、うん、当たるタイトルになります。はい、前作から続投となる主人公イーサン・ウィンターズの物語が最後まで描かれる作品となっております。最後までってどういうこと。最後って何。そう、それですよ、うん、それです。最後、思わず立つ、うん、それですよ。最後までってどういうこと。でも確かに変、最後までってどういうことだ。いや気になる終わり方したんですよ、セブンで。どうしよう、セブンまだプレイしてないよって人いるのかな。でも結構謎が多い終わり方でしたもんね。そう、いろんなこと解決されなかったよね。部分解決されるけど、最後のお家みたいな全体としては解決しないし、なんなら映画とかもすっきりしせずぐーっていう感じで見るっていうね。そういう感じですよ。そうなんですよ、うん、だからまあね、はかどりますけどね、プレイした同士は。だからまだセブンまだやってないよって人はね、ぜひね、続きなのでセブンもやってね、やりながら5月をお待ちくださいというわけで、続いてストーリーの方をご紹介していきます、ね、いいの言っちゃって、はい、体験版レベル、まあでももう紹介になっている部分を大丈夫ご紹介、後で俺カプコンさんに怒られない、怒られない、大丈夫、はい、お願いします。はい、ベイカー邸での惨劇から数年、次元から生還したイーサン・ウィンターズは対バイオテロ部隊 BSAA の庇護のもと、妻ミア、そしてマナ娘のローズと平凡な日々を過ごしていた、うん、しかし幸せな生活は BSAA 隊長クリス・レッドフィールドの襲撃によって破られる、襲撃によって破られる、うん、奪われた娘を取り戻すため、うん、イーサンは再び七へと向かうとなっております。七、うん、いやだってクリスってスターズのね、隊員だったクリス、作品的にはあれ、クリスってワンの頃だっけ、一作目だよね、ですかね、からいた人ですけれども、クリスがなぜそんなことするのって話なんですよね。いや本当にどういうことだろう、知りすぎたんじゃない多分。そしていやいやいや、そしてね、何よりもですよ、娘できたんかっていうね、うんうん、そこに喜びを感じ、そして奪われてしまったのかっていう悲しみも感じ、であれなんですよ、そのゲッチュのツイッターのアカウントで私たちがセブンの体験版を紹介していたあの頃の映像が、うん、ちょっと YouTube の方でこれだよっていうのが上がってて、あ、どんな感じで紹介したんだろうってちょっと見てみたんですね、うん、そしたらカプコンさんが一般人のイーサンがって紹介していて、うん、もうね、私たちはそれまでも
一般人じゃないんじゃないって思って、スターズだったんやいと思って、もうきっとあの頃のカフコさんはヒヒと思ってたんだろうなって思って、もうね、ほんとね、いやいや、もうほんといろいろ考察したいこと、カフさん、カフコンさんに聞きたいこといっぱいあるんですけれども、めちゃくちゃ気になります。ね、続いてね、主要人物もご紹介していきたいと思いますよ。はい、こちらです。まずイーサ・ウィンターズですね。はい、バイオハザード7の主人公だったんですよ。はい、すげえ、なんかもうこのまま動くんでしょ、だってあのキャラ下手すっと、っていうか右下のまま動きますよ、っていうか左上のあのだって写真みたいなのもキャラでしょ、だってあれモデルでできてるわけじゃん、きっと。でも私たちイーサの顔見るの初めてだね。そうですね、言われてみればさ、 FPS だったから顔見てないんですよ、うん、いやでもちょっと顔分かりづらくはなってる感じだね。まあ確かに顔なんだ、うん、見えない感じにはなってますね。でもね、ちょっとネタバレにならない感じの紹介文になってましたね。ちょっと言っちゃったけど聞かなかったことにしてください。はい、はい、じゃあ続いてこちらの方です。ドミトレスクさん。お、村にそびえる城の主、見上げるような身長と、ん、長身ね、うん、あ、長身と妖艶な要望を持つ、うんうん、まあ、容姿でもよかったけどね、うん、こちらのお方すごいんですよ。絶対金持ちのなんか牛耳ってる系だよね。あのヒール込みで290センチほどあるそうです、うん、え、3メートル、約3メートルございます。え、何それ。いや、だからやっぱバイオの世界、昔地球に住んでた宇宙人と同じ身長だけど。はい、そうなんですか。あ、ごめん、言っちゃいけないやつだった、ごめん、ごめん。そんなでかい人いる。だって、え、だからやっぱバイオの世界観あるあるで、なんかその バイオ的な何かを。でも人なのか、だって目金だしな。なんかちょっとあ、そもそも女性なのか男性、性別もちょっとわからないような気もする、よく見たら。まあね、でもあんな容姿ですごいいい人で最後助けに来てくれるとかだったらちょっと泣けるけどね。ストーリー考察ですか。なんか帽子ピューンみたいに投げてさ、帽子でシャンシャンシャン。あ、実は助けてくれるキャラ。そうそうそう、なんかそういうどんでん返しね。カプコンさん今なら書き換えられますよ。無理だ。いや、無理に決まってるでしょ。マスターアップしてるよ。いやもう気になるね、もうここまででも。あちらで他のキャラはまだいる？他のキャラはもう秘密、あのシークレット、まだ秘密ですね。闇の中。はい、闇の中。やべえな。じゃあ、ね、早速ゲームへ行きたいと思うんですけれども、はい、私たちの分もね、ちゃんとあのイヤホン用意していただいたので、ああ音、はいはい、プレイはミューちゃんにお任せします、はい、私がやらせていただきます。じゃあサウンドを楽しみながらゲームプレイいきましょう。よし、おいしょ。ちなみにもう一度、おいおいおい、何何何、光が落ちましたが、今ね、気づいてないかもしれないけどね、スタッフがね、あのこの部屋の電気、スタジオの電気を消しました。もう一度言いますけれども、こちらのメイデンはイーサンが主人公ではなく女性が主人公になっている体験版ですね。はい、音音すごい、自分の足音さえもちょっと怖い。いや、なんかすごいさ、なんかゾワゾワする。なんか調べるボタン、カビ生えたパンだ。カビパン、ね、私がうるさいと怖くないよね、静かにするね。あ、なんかありますね、調べる。紙切れごときで出す音じゃねえ。効果音がなんかイヤホン聞こえないな。あら、ちょっと待ってください、ちょっと上げてみます。聞こえますか。聞こえる聞こえる聞こえるよ。うん、いいよいいよ。はい、じゃあ調べましょう。なんて書いてある。いつかここから逃げようとするあなたへ、このメモがあなたを救う助けになるはず。死にたくないなら私を信じて。まずこの独房から出なさい、うん、這いつくばってでも手立てを探すのよ、うん、地下牢の出口の鍵は隠されているわ。希望はいつだってたくさんの血に濡れてる。すいません、本当声優さんとしてのギャラは多分お支払いしてないんですよ、うちの本当に廊下だな。牢から出ると部屋に行き当たるはず、うん、扉はまやかし、うん、光さすところに本当の道はある。行き止まりに見えても諦めないで、きっと何かを見落としてる。はしごが見えたらもう地上は目の前よ。だけどあいつらには気をつけて、もし見つかったら。私は今晩逃げるつもりよ。
あなたがうまくいくことを祈っている。本気じゃねえかよ雰囲気出されちゃってもなにこれ、この人脱出できたのかね。多分山本が読んだらはしごを多分弟子って読んだと思いますけどね弟子って書いてあった。はいつくばって出れるんだ。あ、トイレだ、トイレ。これトイレか、うん、空っぽですね。私がまだやってない、みゆちゃんがまだ使ってないの。あ、しゃがめました。あ、ここだ。あったあった、あったあった、進みます。あ、音が、いやー、もうね、すでにね、テクスチャーの使い回しがなさすぎて俺はちょっとすげえなって思ってる。くすぐったい。ごめんごめん、うん、まだ誰もいないね。にしてもカラフルなレンが多いな。お隣さんのトイレ見る。うわー、気持ち悪い。うわー、音、音、寄るなよ。あなたのさじ加減でしょ、高木さんピチピチ言ってます。怖いね、もうなんか。え、どっちに行くんだろう。あ、いや、なんか右から音がした。え、嘘、右から音出れんじゃない。え、樽は持ち上げて投げるもんなんだけどね、これそうもいかないからね。もう面白くできないよ、ここ。怖いだけ。開いたんですか。はぁ、開いてる。開くんかい。普通に開いてました。え、なに、やば、どうする、こんなとこ行ったら。ほんと、え、いつの時代の防御器具だろう。元々サッカーゲームだったやつなに、なんか血みどろですね。あ、注射器。あ、注射器もある。おい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 、注射器またありますね。いろんな薬品。あ、こっちにも道があるけど、どっちだ。マスク、こっちが部屋なんじゃない。こっから見ていけばいいんじゃない。調達とかできないの。こっちから見ますか。あ、なんかありました。ん、家畜延命に用いる薬剤一覧。これは拾えはしないんですね。家畜延命、家畜、家畜の延命をしていた。うん、なんもないかな。じゃあ向こうに行きますか。誰か出てきたりしないかな。お、あ、ん、え、なんか人が樽に詰まる理由もわかんないからさ、俺今まだ情弱すぎて。だからどう、なんなんだろう、どういうことなんだろう、あ、これは鍵かかってるね。いや、なんだ、これは開かないわな、見た目通り開かないですね。あ、これを開けなきゃいけない感じ、うん、ですかね。なんか、じゃあ奥進みますか。はい、やっぱゲームだから鍵を探せみたいなことになるってこと。あ、こっちも入れた。鍵ねえだろう。うわー、ネズミ。歩く音がすごかった今。すごい。これは皆さんもイヤホンをつけたら同じように楽しめるんでしょうか。あ、なんか勝手に閉まったか開いたか。勝手にどこかが、え、あ、人がいるよ人。え、ほら倒れてる。ヤッホー。お亡くなりにならないでそうだな。もっと奥か。もっと奥ですかね。ここも紙切れでは開かないね。紙切れでは開きませんね。それは想像つくだろう。え？え、なんか鍵かかってるんじゃないの？それか鎖ぐるぐる巻きってこと？どうやって？鍵？でもバツをしても切れるものがあれば開けられるけど今持ってないですね。そういうことか。はい、じゃあ進んでいきます。あー、なんかなんだよ、すごいのもチクチク怖がらせやがって。あ、なんかあったよ、拷問のやつが。え、あ、これはあれ、あ、誰かバタって倒れたね、うん、あのね、紙切れでは開きませんっていろんなもの。なんか調べる、はい、さっきの人で倒れたんじゃない。え、バタって倒れる音したよ。え、あ、いたいたいた。びっくりした。小物ゲットするの結構びっくりした。工場 SE 作ったやつ。あ、なんか書いてある。ヘルプ。ヘルプミーブラザー。助けてお兄さん。弟かもしれない。お兄さん助けて。
ごめんなさい。でもペンチで、じゃあこれとかを開ければいいのかな。2箇所あったね。あー、なるほど。開くのかな、これで。あ、開いた。いや、すごい、この音。音やばくないですか。やばいですね。釣られてるよ。何よ、これなんだろう。何もないね。何もないか。でもう一個だ。いや、なんか急に脅かされるのやだな、この状況で。うわ、なんかもうやめろよ、もう。なんで落ちてきてんだよ、お前。いい悲鳴聞いちゃった。えい。あ、持ってんじゃん、持ってんじゃん。よーし、よーし、よーし。進みます。あ、なんかあった。あ、なんかありますね。調べましょう。キーピック。 あ、これでさっき金とか開けられるね。開けられますね。チミドロがなんたらって言ってましたもんね。チミドロ、チなのかな、どっちだろう。あ、ワインなのかな、うん、なんか拷問とかいっぱいされてる。シカさん大丈夫ですか。食べる隙間もねえ。なんか、なんか襲われてる。すごいわ、すごい音が。なんか来てる。もうやだよ。閉まってんだから、もうやめろよ今。と、まあ、とりあえず、マジクロックタワーより怖いゲーム出すな、カプコン。もうこっちじゃないな。怖えな、もう急に脅かすよ絶対。 え、なんか前に出てない。あれ、形変わってるね。さっきより前に出てるよ。こいつ動いてるや。え、だ、誰、どこに。なんかすごいモンスターみたいな声がここからするんだよな。だ、スタッフもさ、音聞かせるってことはなんか怖い音出んでしょ、もっと。右、右、絶対そうだよ。あ、こっち、左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 、こっち、まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ、はい。あ、これだ。それそれそれ、はい。遅延カッター、キーキーピックじゃない。あ、キーピックだ。はい。こんな能力あるじゃん。ミュウちゃん開けられる。開けられないです。普通無理だよね。バイオの人たちってすごいよね。みんなそのキーピックで開けられるんだもん。うわ、何これ。いいよ、明るいとこ行こう、明るいとこ。え、何これ。もう入るしかない。すごいね、この書き込みも奥行きあるな。すごい、本当に。え、何の像。これ作れって言われたら俺断るもんな。うわ、右からなんかプチプチ聞こえる。プチプチ言ってますね。ちょっと湿気が。なんか血なのかワインなのかわかんない、全部。血なのかな。血っぽいね。うわー、うわ、めちゃくちゃ垂れてる。なんか右からなんか水の音が聞こえますけど。はい、違うね。進みますか。こっちで合ってるかな。あー、わー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 。あ、前だ、前だ、歩いてるよ。影があったぞ、ね。ちょっとやめて、驚かすの。ドキドキ。なに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 。あ、なんか風の音がする。部屋がありますけども。え、なんかこ声がする。あ、レコードが。しのぶと。しかさん大丈夫ですか。ここもカタカタ言ってる。そんなことないか。手紙に書いてあった。いや、番組でよかった。でも本当これ一人ではちょっと。みーちゃん、ほら手紙に書いてあったじゃん。どうしよう。え、ねえ、分かんなかったらもう一回読んで。はい、あれなんて書いてあったかな。もう一回見ますね。うん、調べる。え、ローから出たじゃん。ローから出ましたね。うん、部屋、扉はまやかし、光さすところに本当の道がある。おお、合ってる合ってる合ってる。光さすとこ。はい。どこ光さしてる？光？光さすところ。え？どこだ？なんなこの地響きみたいな聞こえるよね。光？光？いや、俺にしか聞こえてないとか言わないでよ。それと相手して持ってる。あ、光いるぞ。あ、光ある、うん、これでいいのかな。でもここしかないよな。いけー。
この音なんなんでしょう。なんかこの黒い液体がちょっと気になるな。血なんですかね。なあ、おい、なんかありました。あ、でも誰かがもう押してるね、すでに。そうですね、血がついてますね。血がついてる。やっぱこれ血の上這いすくばってるからさ、はい、血がついちゃうんだよ。そういうことか。あ、 血なのかワインなのかも、まあ、分かんないんだけどね。お、なんか手紙がありますね。お、なんかの日記かな。うん、2週間お礼みたいなうめき声が聞こえる。いや、俺が聞こえてるあれじゃん、多分。え、すぐに閉じろ、すぐに閉じろ、どういう意味。どういうこと。あ、なにこれ、タニシ、なんだ。いちじく、なんだろう。腐敗、あ、ぶどうじゃない。あ、ぶどうか。カビ生えたぶどう。そうだよ、カビ生えたぶどうだ。あ、やっぱワインだ。ワインになると思ってるのかね。ワインを作ってるんだ、ねね、うん、あ、よかった、しかも全然怒らないじゃん。あ、はしごあった。あった。あ、本当だ。あ、もう終わりじゃない。クリア。でも襲われなかった、ね。脱出できるのか。脱出じゃん。あれ、おりゃ、え、あれ、おやおや、ん、あれ、こっから出れるの。え、あれあれ、なんだこの紐は。ロープ、ロープ、なんだこの紐は。でも入るしかないよね。普通にお部屋ですね。絶対が来るよ、ここ。絶対なんか、あれ、え、なになに。え、しからやめてくださいさっきから。違う違う、もうだって急に動いたらやだもん。トラクターの音、何の音、何の音。やめろやめろ、背中向けて大丈夫。いけ。お、なんかすごい豪華な間。え、あれ脱出っつって、え、ね、でもあれ、あれ、脱出っつってたよね。全然開かない。鍵がかかってる。こっちか。はー、誰か通った。もう一番嫌な出方した、今。一番嫌なチラ見えみたいなやつやだ。しました。もうそこ行くんかい。行くしかない。外に出れるんじゃない、玄関っぽい。このまま何もなく出れるとは思えないんだよな、俺は。もうやだな、もう絶対なんかあるよ。あ、動く、こいつ動くと思ってる、思ってる。はい、大丈夫。マジで本当だな。あ、違う、あれ、ここ出れない。もっと先だ、もっと先だ、こっちだ。ゆっくり行こうよ。右のに、右、右、人の顔あるよ、右、人の顔、人の顔。うわ、バイオ感出てきちゃってるよ、なんか建物の。それ何、なんだよこれ、こんな怖い。え、エレベーター。あ、違う、なにこれ。片方の部分に穴が開いて、はめろってことですね。目が片方ないんだ。え、何か、どっかに落ちてるんじゃない。どっかに落ちてるの、探しに行かなきゃ。この先か。落ちてなさそう。落ちてないね。ここもない。こっちにも同じように部屋あんのかね。入れない、入れないですね、ここは。うんうん、こっちは行き止まりなのかな。こいつのは目はないのか。あ、それ、あの、押さないとあのルパン的には落ちちゃうから気をつけて。なんでもないです。やばいやな。こっち何もないね。ないですね。ないね、行き止まりだね。下だ。割と安全なのかもしれないね。はい。もうやっぱ人が住んでないんじゃないですか。だってカビてるもん。そうですね。あ、でもカビ。そういうこと、カビってだってセブンでもカビだもんね。どういう構造だよここ。本当。ああ、なになに。何今の。何？
玄関じゃない玄関じゃない。笑い声聞こえたよ。出れるかな。開かないですね、さすがに。目は目はどこ。そうだね、あの目はなんかやっぱはめたいよね、怖いけど。暖炉はどこにあんの。私が着てるのと同じ服だ。スタッフカンペで教えてくれてもいいのに。ええこれ何知られねえよ、ほんと。メイドさんなのかな。え自分メイドさんなんですかね。あ、自分自分なのか。この体験版の主人公、同じ服が燃やされてるってことは、さっきの日記が私。同じ服。えメイドさんなのかなって思っただけです。目がない。 あっちのああ、これ鎧いっぱい見せさせて油断した時に脅かすパターンだね。適合者と。そう思っとこう。アリーナ・ミハイラ・ロイス。どういうこと。適合しなかった人が。だからなんか人体実験的なあれでしょ。そうですね、きっと。やめとけって本当に。あ、カップが。目はない。あ、なんかチェック出た。はい。おお、何。お回して。うー、血がついてますね。ドーンって言わねえから。なんだよ。うん、でも特にワインなのか血なのか。まあワインと思う。思いたい。この部屋もないのか。ここまでなんかずっと出てこないとまた嫌だね。あっち、なんか血痕がありますよ。よしよし。寒そう。ありえき漂っちゃってる。外が見えている。え、出れないの、あそこから。ね、あそこからかち割って。あ、またチェックマークあったよ。ありましたね。どこだ。反対側。反対側、こっち。そっちの、そのカップだ。あ、これだ。はっ。お、おー、やめろ、ほんと。これでいいのかな。調べてみよう。目でしょ。アイテム、アイテム、はい、アイテム開いて調べて。おお、これ取るんじゃない。調べる。もしか指輪どうし、本当ははめたい。いやー、取れた。ここですんのかよ、デデン。カポって取りました。これはもうはめたいわ。行こう。ゴーゴーゴー。いくら怖くてもカポをはめるけど、はめたら怖いと思っとく。え、なんか落としてるって。落としますね。あ、ウニそう、ウニそう、ウニそう。え、なになに。でも2階行くしかない。え、人歩いてた、人歩いてた。なんか上にいました。なんか右に歩いていかなかった。え、え、気のせい。気のせいかな。あー、もうなんか。いや、いるって、いるって。絶対いるんだよな。でももうちょっと番組的にはあれだけど、目はめんのやめよう。ここでやめるんですか。ここで終われば割と平和。そうです。ああ、もうすぐそこだけど。あれ扉ってことだよね、当然。隠し扉ってことですよね、きっと。指輪の持ち主じゃないとだって入れない。この扉のデザインやばいよね。行くしかない。あー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 、もう。え、入って大丈夫なの。気軽にはめんな。うわ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 、入れた。え、でも綺麗になんか結婚みたいなのマークが。あ、体験場だから。体験場だから人いないバージョンかな。あ、そういうこと。音だけしてるだけ。 あ、なんかありました。お、中庭の鍵がありましたよ。中庭の鍵。中庭ってどこだ。お、あ、ドミトレスクってさっさっきの3メートルの人、うん、のお城なんですね、うん、におけるワイン醸造の歴史は。おう、うわ、あ、サンピエルジェ、少女の地。へえ。でもまあワインだから。ワインですね、言うても。はい。お、何もない。
なんかこことか入れないのかな。ちくらさん。こういうとこから出てくんだって。ちくらさんがさ動くからそれにびっくりします。いやあのガーン系嫌なのよ俺。もうだからずっと騒いでたいんだけど本当は。スタッフからうるせえってカンペが出そうでも嫌なんだよ。どこだどこだ。中庭に行くしかないってことですかね。1階じゃない？1階に降りますかまた。意外と遭遇しないけど、え、なんか音止まった？音止まった。何？ BGM が止まった。急に静かになったよ。環境音なくなったよ。あ、なんか後ろの後ろの。バグ、バグかな？バグとか。お、音が途切れちゃった。これ中庭？これ中庭じゃないですよね、絶対。調べる出ないから違うね。違いますね。こっちかな。違うね。こっちかな？うわあ！ああ！ああ！ああ！めちゃくちゃ！やめて！私は逃げるの！逃げるの！逃げて逃げて！逃げる！攻略しようがねえじゃねえかよ。やられたもう。はい、以上終了です。どうでしたか。いやドキドキしました。可愛いね。いやドミトレスクがその襲いかかってきた時にめちゃくちゃ振動がすごくて。あ、そかそかそか、それもびっくりしました。だって最初の人もあれもうさ、何戦うの？いや、わかんないです。あのまだ提供されている情報、まあね、だけでは。でもね、探索ね、しもんなん、まだ取れてないアイテムとかも本当はあって。あ、そうなんですね。そうそうそう、あるし。カプコンさんも、あの、セブンの時も、一番初めに出た体験版と、途中で出た体験版って違かったじゃん。あ、だから、なんか今回メーデンだけど、はい、この後また違う体験版出るのかなと思うとちょっと楽しみでもあるんですけれども。光栄は本当、スタッフも光栄からさ、こういう時のスタッフってさ、なんか脅かす気満々じゃん。だからもうそういうのがあるって俺はもう なんでガタってやったんだろうと思って裏もうそう、裏の裏まで読んでマジで光栄は本当すげえだよ。でもなんか、まあ、綺麗は綺麗だったし美しい世界観でさ、なんかもうすごいんだけど、ぜひ VR でも出してほしいですね。てかカプコンゲーの怖いやつってさ、最近ちょっとため時間がさあって急に来るみたいな、昔は割とコンスタントに来てたのよ。すごいロープにロープロープロープって言ってましたね。なんもねえのあれ、びっくりしたわ。いやだからあれを使って下に降りてったってことなんですかね、誰かが。ちょっと話が分かんないけど、1分おきぐらいには何かあったんだけどさ、あんな最後になんかいや油断したところで楽しめましたね。というわけで改めまして販売情報をお知らせいたします。はい、バイオハザードビレッジは5月8日にプレイステーション5とプレイステーション4、Xbox One、Xbox シリーズ X、Steam 版にて発売予定です。また現在、好評予約受付中です。パッケージ版には、限定特典として、ダウンロード版には予約特典として、2つのダウンロードコンテンツが用意されております。なるほどね。さらにプレイステーション4、プレイステーション5のダウンロード版には、うん、予約特典も用意されているそうですよ。うんうんうん、また無料体験版メイデンのプレイステーション4版は春頃に配
新が準備されているとのことですので続報をお待ちください、うん、はい。そうだから今現状体験版ができる人は5を持っている人だけなんだよね。あのロゴにポイントがあるね。ロゴ？あの独立した愛が1本あったんですよ。ビレッジのスペルとは違うじゃないですか。 あの独立した愛、これに注目。信じるか信じないかはあなた次第です。はい、関さんかもすいません。いやというわけでね、みえちゃんの出演はここまでとなります。今日はね、ホラー作品ばっかりでしたけど、いかがでしたか、ね、ホラーでお菓子を挟むっていうね、なかなか温度差がすごい、すごい途中甘い思いもしたけど、最後すごい怖い思いをさせられましたね。本当ですね。でも楽しかったです。ちょっと気になります本編が。私はみゆちゃんの本気の悲鳴を聞けてすごい可愛いって なっちゃいました。キャーってキャーって言っちゃいましたね。言っちゃったね。いや、あのこういうさ、言わないかもって言ってたんだよね。俺いないことになってる。何ごめんなさいごめんなさい。あのこういう怖い系でもさ、なんかスタッフがヘッドホンを用意するってあんまりないじゃん。イヤホン用意するって。それで用意したから、俺はもう絶対にもっとなんか1分おきぐらいに来ると思ったら、うん、来ないから。いやでも音がもうピチャ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 ずっとしてたじゃん。で急に静けさよ。いや怖かったですね。 SE 担当怖いよ。まあぜひ皆さんビレッジも楽しみにしててください、うん、じゃあ最後にゆうちゃんお知らせありましたらお願いします。はい、3月6日と14日に、朗読劇スマホを落としただけなのに成立するメガブロポリスの方に出演させていただきます。現在博品館劇場というところでやらせていただきます。怖くないよねそれは。どうですかね、ちょっと怖いかもしれないよね。ちょっとミステリーな感じなんですけども、うん、ちょっとなんかそのタイトルで怖い系のあれかなみたいなのはちょっと感じてたけど、はい、あえて聞いてみたんだけど、うん、やっぱりね、はい、落としてみればいいんじゃないですか、うん、スマホ、はい、スマホ、はい、うん、財布ごと落としてるわ何度も。怖い、危ない危ない。財布に鎖、バッグに鎖つけたら今度バッグごと落としたわ。豪華ですね。告知他にもないですか。なんか明るい告知とか持ってね、楽しい感じでいきましょう。そうですね、はい、ツイッターやってます。 OK。 ぜひ見てください。私はね、みゆちゃんの洋服を見てほしいよみんなに。これみんな何だろうとか柄が気になってると思われるんだけど、これちょっとお顔なんだよね。本当だ。そうなんですよ。萌え系じゃん、いいね。獣医長川さんっていう方のアナーキギちゃんっていうキャラクターなんですけど、すげえ可愛いじゃん。そう、可愛いの着てたんだよ。なんか引きで見てなんかおーね、気づかなかったと思うけど、おしゃれ萌え系だよね。、はい、いいね。ちょっと実は、はい、ほっこり、うん、ほっこりニュースでした。そうそう、楽しい話で、ね、でした。というわけでみゆちゃん本日ありがとうございました。ありがとうございました。ここまではバイオハザードビレッジの体験版をご紹介しました。この後はエンディングです。